はい、こちらね、ヴァンパイアセイバーパート4、カプコンリアルファイヤーコレクションのね、ヴァンパイアセイバー編っていうのが出てきました。でね、こちらの方が、ラインナップはね、リリス、で、フェリジア、で、ジェダ、で、バレッタ。なんて言うんですかね。ちょっとわかんないですけど。ほんで最後はね、リリスですね。これもね、ものすごい出来がいいんですよ。で、これもね、いろんな僕ね、動画の中で言ってるんですけど、これもね、もう昔は、未開封の状態でね、この一つが、これ開封後なんですけどね、未開封の状態でもね、これ1個が50円ぐらいで売られてたんですよ。ほんで、そういうのがね、ずーっと続いてたもんだから、まあ、もうずっとそんな値段なんだろう。多分ね、3年とか5年ぐらいずっとそんな値段だったんかな。ほんで、それがね、ずっと続くもんだと思って、最初は頭に存在があったんですけどね。まあ、いつでもいいや。思った時でいいやと思ってバカにしてたんですよね。まあ、平たく言うとね、いつでもそんな値段だと思ったけど、それがね、もう最近になって、まあ、どこまでの最近かっていうのはまたちょっと違ってくるんですけど、なんかちょっと値段上がってきてますね。ものによったらね、これものすごい種類多いんですよ。パート4、パート3、パート2とかね。ほんで、なんかこういう似た雰囲気の商品があってね、2.5とかね、3.1とかね。まあ、これは例で言ってるんですよ。多いんですよ。ほんで、それがね、大体なのが、この体のね、この雰囲気のこの用紙のね、色が違うとか、例えで言ったら、今回は、まあ、これ例えですよ。今回これあるのはこのジェダさんなんですけどね。このジェダさんが、まあ全身が、まあこれが、まあちょっと紫か青ですよね。ほんでこれが、もし、まああるかどうかわからないんですよ。まあこれが例えですね。これがパート5っていうのがあって、このジェダさんっていうのが同じキャラクターがいたらね、パート5バージョン。ほんならこれのね、肌色バージョンとかね、ものすごい種類あるんですよ、これ。でね、こちらが開封してね、組み立てていきたいと思います。これもね、出来がいいんですよ。これ、時間かかるんですよね、結構ね。で、もしね、気になる方あったら、僕が今回ね、これ紹介させていただいてる、先ほどね、このベガの方も組み立てるね、動画を、上げさせていただいたのと、ほんで、あと、他にも一回言ったことあると思うんですけどね、で、違うバージョンがもし気になったらね、他の人がね、いろんなやつ、組み立て後のやつをやってくれてるんですけど、それを見てあげてください。でね、これがボディーパーツになって、もうこれだけでもね、出来がいいでしょう。ほんで、これをね、お、今なんか飛ばなかった？ペチってなんか、まあいいや。これと、でね、こちらが、右腕ね。もうこれだけでも全然できいいでしょう。で、これ、左腕です。あ、右腕でやってた。これが左腕ですね。はい。あ、ちょっと待ってくださいね。ほら、これ、ほら、出てきた。硬いんですよ、これ。これ、硬いのよ、これ。ちょっと待ってくださいね。これね、いろんな人の僕動画好きやから見るんですけどね。よくみんな言ってます。硬いんですよ、これね。はい。で、こちらとね。で、ちょっと待ってくださいね。これが、これになってんのかな？いや、これね、組み立てるときって無口になるんですよね。もうこれ、組み立てながらね、よく喋ってる人動画出るんですけど、僕、あれ感心するんですよ。すごいなと思ってね。ちょっと待ってね。違う。ああ。なんだこれは。こうじゃない。ああ。違う。絶対違う。ちょっと待ってくださいよ。これが、こうですわね。どう考えても方向的には、違う。僕、不器用かな。何これ。
こうだこうだ。あ、違う。僕別にあれですよ、笑ってもらおう思ってわざとやってるわけちゃいますよ。え？ちょっと待ってよ。こうでしょ？方向的に言ったら、あ、合ってましたね、さっきのでね。こうと、あ、そっか、意味が分かった。これスカートが入るからね、そんなね、ピッチリなった方がいいんですけど、ピッチリならんとダメってわけじゃないんだ。あ、謎が解けました。だからこれが、こうと、まあ、ピッチリ入った方がいいに決まってるんですけどね。こうと、ちょっとこれ僕の目の前に置きますね。ごめんなさいね。と、え？あ、時間が。何これ。あのね、これね、わかりました。本当だ。これをね、組み立ててる動画の人がいるんですけどね。あのね、僕の勘違いかね、誰が一人ね、って言ってるやつがいたんですよ。わかった。僕もね、これね、ちゃんと組み立てたことあんましないんですよね、これ。いつも組み立てられた後のね、あのやつを僕、買ってるんで、わかるわ、これ。これで急がなあかんときはね、あの、落ち着いてるときだったらいいんですよ、別にね。うん。わかるわ。あの、舌打ちする気持ちが。こう、いや、違う？と、ああ、ああ、わかった。こうだ。あ、こうだ。こうね、はい、こうね。本当にこれ、わざとじゃないんですよ、僕。笑ってもらおうとか思ってるわけちゃうんですよ、これ。何これ。下の台、あ、これが台座になるんだ。これが台座になりまして、これはわかる。うん、これはね、うん。これが台座になりまして、ね、これが台座になるわけですよ。あら？で、あ、うん。これを、何これ、こう。もう。ちょっと待ってくださいね。あの、こんなね。一回切ります。